朝、どこまでも澄み渡る青い空、小鳥のさえずりが響き渡るオーストリアの高原、一人の修道女が歌を歌っています。彼女の名前はマリア。広々とした高原がとっても好き、歌はもっと大好き。今日も心の赴くままに歌い続けるのです。マリアはある日、トラップ家という地元の名家に修道院からの家庭教師として住み込むことになりました。そこに待っていたのは当主のトラップ大佐。軍人の彼は厳格でちょっと気難しい様子です。そして教える相手は彼と亡くなった夫人との間に生まれた7人の子供たち。もちろん初めて会うマリアに子供たちが懐いてくれるはずはありません。ところがある時、
子供たちがマリアにそっと打ち明けました。つらい時どうしたら心が晴れるの？泣きたい時私はどうすればいいの？マリアは言いました。そうね、そんな時私はお気に入りのものを一つ一つ思い浮かべるのよ。最初は気後れしていた子どもたちもついにマリアに心を開き始めました。ある春の日、マリアと子どもたちは高原にピクニックに行きました。あー気持ちいいわね。何か歌でも歌いましょうか。マリア先生、私たちみんな歌うことを知らないの。そうだったの。じゃあこれはどうかしら。始まりの3つの音です。どれに
歌が、そして笑顔がトラップ一家に戻ってきました。マリアが家中に、家族の心に明かりを灯し始めたのです。ある日、トラップ大佐は子供たちに声をかけられました。お父さん、私たちみんなでお話を作ったの。家の中に作った舞台で人形を操りながら、子供たちとマリアが歌います。聞いて、お父さん。トラップ大佐は普段笑顔を見せることが少なく、心の内もその弱さも周囲から垣間見ることができませんでした。ただ彼は祖国オーストリアを誰よりも深く愛していました。ねえ、私たちに歌を聞かせて、お父さん。ある日、子供たちとマリアはトラップ大佐を囲んでおねだりをしました。大佐はしぶりながらもギターを手に取り、祖国への愛情と思いを花に例えて歌い始めました。可憐な花よ、エーデルワイスよ、毎朝私に微笑みかけてくれるお前が好きだ。永遠に私のそばで咲き続けておくれ。心を込めて歌い続ける大佐に、マリアは強く惹かれ始めました。そしてまた大佐も、純真で明るいマリアを見つめている自分に気づきました。二人は互いに心を打ち明け合い、子供たちの祝福のうちについに愛を誓うようになりました。時代はまさに第二次世界大戦に突入しつつありました。
そのさなか、オーストリアはドイツへの併合を余儀なくされてしまいました。そしてこれに抵抗するトラップ大佐とその家族に悲しい日を予感させる足音が近づいているのでした。トラップ大佐がついにドイツに護送される日が現実のものとなってしまいました。家族を思う大佐はそこでマリアと子供たちを連れて愛する国を捨てることを決意しました。その夜、多くの聴衆の前で大佐とマリアたちはお別れの歌を歌います。その場には大佐を護送せんとする軍の親衛隊も虎視眈々と潜んでいます。さようなら、ごきげんよう。この歌を皆様に捧げます。家族たちは無事に逃げることができるのでしょうか。別れを
そして夜の街。大佐を捕らえよ。大佐とマリアたちはついに親衛隊に追われることとなってしまいました。追っ手の車は刻一刻と近づいてきます。ああ神様、私たちはどうすればいいんでしょう。マリアは大きく息を吸って目を閉じました。すると修道会の優しかったシスターの教えが遠くから聞こえてきました。すべての山に登りなさい。すべての小川を渡りなさい。すべての虹を追いかけなさい。夢が叶うまで。ああ、目の前にマリアに勇気を与えてくれた優しい笑顔が浮かんできました。マリアは心に誓います。私たちは諦めることはしない。そしてついにトラップ大佐とマリアたちはアルプスを越えて新天地に歩を進めるのでした。さあ、輝かしい未来が家族たちの前に広がっています。